リハルト・ゾルゲはソビエト連邦のスパイ。1933年から1941年にかけて、ゾルゲ諜報団を組織して、日本で諜報活動を行い、ドイツと日本の大祖参戦の可能性などの調査に従事していたが、ゾルゲ事件の首謀者として、日本の警察機関によって逮捕され、刑事裁判で治安維持法を及び、 国防保安法違反により死刑判決を受け、処刑された。石油会社に、勤めコーカサスで仕事をしていた、ドイツ人鉱山技師のビルヘルムとロシア人ニーナとの、間に9人兄弟の一人として、ロシア帝国バク空県の差分地で生まれる。ビルヘルムは、石油生成の知見を買われて招かれ、採掘機械工場を設立してこの地で、ニーナと結婚した。 父方の大王子フリードリヒアドルフ・ゾルゲは、カール・マルクスの秘書であり、ハーグ大会後の第一インターナショナルニューヨーク本部の初期長であった。3歳の時に父は工場を売却して、ゾルゲを含めた家族と共に、ベルリンに移住した。ベルリンのリリエンタール・ギムナジウムに1902年から1914年まで在籍し、途中1年の留年を経験している。自身の、 極中主義では、歴史や哲学、文学、政治学は得意だったが、他の教科は、通常以下で、学校の規則を守らず滅多に口を聞かない、生徒だったと記している。1914年10月に第一次世界大戦が、勃発すると、学校の卒業を待たずにゾルゲは、ドイツ陸軍に志願した。軍役中にゾルゲは三度負傷する。 1916年3月に、西部戦線で両足に重傷を負う。この負傷は重く、野戦病院に入院することとなった。入院していた時に、キール大学で、社会学を専攻する従軍看護婦から、社会主義理論を聞かされる。工学心が芽生えたゾルゲに対し、この看護婦とその父親は、社会主義、革命、美術史、 歴史などゾルゲが関心を示した分野に文献の提供を惜しまなかった。1917年11月にロシア革命が起こり、ゾルゲは衝撃を受ける。第一次世界大戦の終戦前からベルリン大学で哲学書を読み、1918年1月に正式に軍を除隊になると、キール大学に入学した。キール大学時代に、 ドイツ独立社会民主党に入党する。1919年にハンブルク大学に移る。同年10月にドイツ共産党に入党する。1920年に国家学の博士号を取得した。論文のテーマは賃金問題だったという。その後、アーヘンの高等学校で教員となるも、1921年末には、 政治論争を行ったことから解職される。炭鉱作業員に転じて、職場に共産主義組織を立ち上げる。しかしアーヘンでの就職が困難となり、フランクフルトアムマインに移って、フランクフルト大学社会学部助手となった。1922年に、イルメナウで開かれた第一回、マルクス主義研究集会に参加し、記念の集合写真では留学中だった。 福本和夫と一緒に写っている。1924年4月にフランクフルトアムマインで開催されたドイツ共産党大会に参加した際、ソ連から派遣されたコミンテルン幹部であるオシップ・ピアトにつき、ドミトリー・マヌイリスキー、ソロモン・ロゾフスキー、オットー・クーシネンの警護と接待を担当した。彼らは親しくなったゾルゲにコミンテルンでの勤務を勧誘した。 ゾルゲは同年末にモスクワに移り、1925年からコミンテルンに所属した。コミンテルン勤務とともに、ピアトニツキーによりゾルゲの投石はソビエト連邦共産党に変更された。コミンテルンでは、各国の党から送られてくる情報などをもとにした、報告、分析活動が中心であった。ヨーロッパの現地視察を行ったほか、 作成した報告を書籍として刊行もしている。1929年5月、ゾルゲはコミンテルーンを離れ、軍事諜報部門である、老農赤軍参道本部第四局に所属を変更した。この所属変更の理由として、ゾルゲ自身は、日本の検察の尋問調書において、コミンテルーンでは、諜報活動ができないこと。 世界革命の見通しが裏切られたこと、ソ連における一国社会主義路線への転換を挙げている。ヨシフ・スターリンの政権掌握後、コミンテルーンはセクト主義に傾斜し、それに反対する人員は組織を追われたが、ゾルゲもその一人だったという指摘がある。尾崎秀美赤軍に移ったゾルゲは、上司のヤンベル人との話し合いにより、中華民国の上海に赴くことになる。 その使命は、小解析政権に派遣されていた、ドイツの軍事顧問団の情報収集のほか、中華民国の内政外交や中華民国に対する、日本、イギリス、アメリカ合衆国の外交政策など、調査対象は多岐にわたっていた。1929年末に、モスクワを立ち、1930年より1932年まで、上海で、情報活動をしながら、 自分に協力するグループを築いた。なおこの頃、ラムゼーというコードネームを与えられている。半年程度で現地の指導的立場となり、中華民国全土に情報もお持つに至った。活動は、観光、南京、関東、北京、そして1932年に満州国として独立することとなる、満州地方などを中心にして行われている。 ゾルゲ自身も各地をめぐり、中華民国及び日本の政治、歴史、文化に関する書物を読み、両国の言葉も学習し、アジア問題に通じるようになった。上海におけるゾルゲ情報団の日本人は、小崎秀美、鬼頭銀一、河井悌吉、水野聖、山上正義、船越久夫であった。上海では、 仕事を通じて当時中国共産党の毛沢東に同行取材するなど活躍していたアメリカ人左翼ジャーナリストのアグネススメドレーと知り合う。スメドレーはゾルゲが中華民国を去るまで彼のスパイ組織の一人として活動した。朝日新聞記者だった小崎秀美とはアメリカ共産党から派遣された鬼頭銀一から紹介を受けて知り合った。 水野聖をゾルゲに紹介したのも、尾崎ではなく、鬼頭である。ゾルゲは、ドイツの軍事顧問団長のハンス・フォン・ゼクトや小、海析から、軍事情報を入手し、小海石軍の飛行機を爆破し、武器を略取するなど、中国共産党を支援した。また、オット・ーブラウンやゲアハルト・アイスラーラ、コミンテルンから、中国共産党に派遣された。 ドイツ人コモンとも接点を持った。ゾルゲは1932年1月には日中両軍が衝突した第一次上海事変を報道した。同年12月にモスクワに戻る。上海共同疎開の公部局イギリス警察は1932年1月頃からゾルゲをソ連のスパイではないかと疑い始め、その後捜査を進めた結果。 1933年5月に、ゾルゲを、ソ連のスパイと、ほぼ断定した。ゾルゲの外国通信員身分証明表、マックス・クラウゼン1933年、次に、ゾルゲに出された指示は日本での活動だった。その主な内容は、日本の対処政策や、軍備の動向、日独関係や日本の対中国政策などの、調査だった。 ゾルゲはまず、ドイツに赴いてからアメリカ経由で、日本に向かった。ドイツでゾルゲは、地政学者のカールハウスホーファーらから、中日ドイツ大使館員への紹介状を得る。職業をジャーナリストとした、ドイツのパスポートも入手した。来日前に、フランクフルター・ザイトゥングの特派員となったという記述も、あるが、1941年の逮捕後に、 当時の日本支局代表者がドイツ外務省に出した書簡ではゾルゲと正式な特派員契約を交わしたことはなくゾルゲを寄稿者として利用するようになったのも1936年2月にゾルゲからベルリンの本社に当てた売り込みの手紙を受け取ってからであるとしている1933年9月6日にゾルゲはバンクーバー発のカナダ客船で 横浜港に到着し、日本での活動を開始する。ゾルゲは、ジャーナリストとして、中日ドイツ大使館で信頼を得ていった。来日間もない1933年秋に、東京からナチスに入党申請し、1934年10月に、正式なナチス党員となった。日本における、ドイツ人社会で、日本通りかつナチス党員として知られるようになっていた。 ゾルゲは、中日ドイツ大使館付陸軍部官補の、オイゲンオットの信頼を得た。彼は、来日前に、テイクリフヘルント社ャ論説委員であるゼラーの、紹介状を入手していた。政治的逃避のため日本に派遣されることになった、当時の夫中佐は日本に関する知識がほとんどなく、そのため日本の政治などに関して、豊富な知識とコネクションを持ったゾルゲとの出会いを、 喜んだ。一方、ゾルゲよりも先に来日していた、ユーゴスラビア人のブランコとブーケリッチ、ゾルゲより少し遅れて帰国したアメリカ共産党員の洋画家、宮城ヨ徳と接触を持って、諜報団のメンバーとした。ソ連との交信のための無線通信士として、ブルーのベントという人物が当てがわれたが、ゾルゲはその能力や性格に問題があると判断し、 上海でも共に活動したドイツ人無線技師のマックス・クラウゼンの派遣を要請。クラウゼンは1935年12月に来日した。だが、ゾルゲは日本の政府や軍の最高レベルでの決定事項を探ることのできる人材を書いていた。そこでゾルゲは当時大阪朝日新聞に勤務していた尾崎秀美をその任に当てることとし、 1934年春に奈良の猿沢池で尾崎と再会。尾崎はゾルゲの依頼を受け入れた。尾崎は1934年秋に朝日新聞社の東和問題調査会勤務となり東京に転勤する。こうしてゾルゲは少しずつ情報網と情報源を築いていったが来日から1935年までは積極的な活動をするための土台を作るのに。 精一杯であり、任務を遂行するどころの話ではなかったと後の手記に記している。クラウゼン、小崎以外のメンバーの役割は、ブーケリッチは、同盟通信社や、外国通信各社での検閲前のニュース収集と、集めた資料の写真撮影、宮城は、日本人協力者からの情報収集、資料の英訳、及び、小崎とゾルゲの連絡だった。 集まった資料の分析と報告は、ゾルゲ・カズトが担い、短いものは、クラウゼンが自作した、無線機による、無線通信、長文の報告書はマイクロフィルムにして、中日ソ連大使館のクリエに託された。無線通信の場合は、文章を数字に、痴漢の上、1935年版、ドイツ統計年間を乱数表として、さらに加工した暗号が使用された。 日本の関係は怪しい無線電波が送信されていることを把握していたが、クラウゼンが複数の拠点を点々としながら送信したために発信元を特定できず、また暗号も解読できなかった。ゾルゲは1935年7月から9月までモスクワに戻った。これがゾルゲにとって最後の帰国となる。 その後、ゾルゲがソ連への帰入を希望した電報が複数残されている。しかし代わりの人員がいないという理由で、ゾルゲの希望は認められなかった。その一方、ソ連本国では上司だったベル人らが粛清され、帰れば粛清されることを、ゾルゲは察してもいた。同時期に、日本で、諜報活動を行っていた愛の空死年の回想では、 1937年11月に、ゾルゲから彼女に、ソ連への帰国命令を伝えられた際に、ゾルゲは自分にも命令が出ているが、組織維持のため今は帰れないと伝えるよう頼んだという。1936年の2.26事件の際にはドイツ大使館内にいたことが、大使館と海原司令部の連絡将校として館内に、出入りしていた、マナギヨシノブによって、 戦後証言されている。ゾルゲはこの事件を日本の対外政策と内部構成を理解する好期と捉えた。夫や大使のヘルベルト・フォン・ディルクセンにも協力を求めて情報収集に努め事件を分析した報告書をドイツ外務省や所属先である赤軍第四本部ドイツの雑誌に送っている。これを契機に 大使館側のゾルゲに対する信頼は向上した。なお、ドイツの雑誌に掲載された論文は、カール・ラデックが、ゾルゲの筆とは知らずに評価して、ソ連の新聞に転載した。ゾルゲはこれに抗議し、以後は、こうした事態は避けられた。マナギは、陸軍の、ドイツ通とされ、やはり、ドイツへの駐在経験のある、山形有光、西郷十五、武藤明らと共に、 ゾルゲから手記で陸軍省の情報源として名を挙げられている。松崎省一は日中戦争の状況打開を狙ってドイツとの関係強化を図る陸軍側がドイツ大使館を通じて情報をゾルゲに与えていたのではないかと指摘している。1936年11月に夫の補佐官として駐在武官のショル中佐が着任第一次世界大戦で 同じ戦闘に参加したこともあり、ゾルゲはショルとも信仰を深めた。日中戦争が1937年に勃発すると、中日ドイツ大使館では、夫が、ショル、ゾルゲとの3人で、島事変に関する日本軍という調査研究を始め、これにより収集された資料を、ゾルゲは撮影して、ソ連本国に送った。一見順調な情報活動だったが、 ショルは1939年の初めに離任し、前期の研究会も不活発になった。ゾルゲは同年6月に送った報告で活動を続ける上での障害の増大を訴え、その理由として中日ドイツ大使館の増員によって新たな関係を作ることが困難になったこと、古くから残っている人物が夫のみとなった上に夫が大使に就任したことで、 個人的に面談、討議できる機会が激減したことを挙げている。ゾルゲは、後の手記において、日本の軍事情報に関しては1939年から1940年頃を、境に、中日ドイツ大使館よりも、尾崎や宮城が収集してくる情報の方が価値が高くなったと記している。尾崎は1938年7月には、第一次、 この絵内閣食卓となるとともに、この絵踏みまろのブレーンによる朝飯会のメンバーにも加えられていた。日独の接近は、それが大ソ軍事同盟につながるのではないかという点で、ソ連の重大な関心事となった。1939年前半にゾルゲはこの動きに関する情報を複数本国に送り、イギリスとの関係悪化を避けたい日本が、同盟締結に、 消極的で、ドイツも対英戦を大ソ戦より優先していると分析した。この後ソ連は、同年8月に、独ソ不可新条約を締結、9月に、ドイツのポーランド侵攻によって、第二次世界大戦が勃発する。ヨーロッパで戦争が始まると、夫はゾルゲを大使館情報官に任命し、ゾルゲはドイツ大使館の公的な立場を手に入れた。 ゾルゲはドイツ大使館と彼の長方網の両方から、日本の戦争継続能力、軍事計画などを入手できる立場となり、1940年9月27日の、ひどくい三国軍事同盟後にはより多くの情報が得られるようになった。一方、長い活動の間に、ゾルゲに対して、行動や前歴を不信と感じる向きが出ていた。バルター・シェレンベルクの回想。 秘密機関長の手記によると、シェレンベルクはドイツ通信社の総裁から、ゾルゲの調査を依頼された。その理由は、総裁がナチス党方面から、ゾルゲの不可解な政治的前歴の情報を伝えられたことだった。シェレンベルクは、ゾルゲを共産主義者とは裏付けられなかったが不審な印象を拭えず、保安警察長官のラインハルトハイドリヒの意向で、 中日大使官付警察部官として1941年5月に赴任することになった国家保安本部のヨーゼフ・マイジンガーにゾルゲを監視する任務を与えた。しかしゾルゲはマイジンガーと主席も通じて交友を結び隙を見せなかった。1940年12月29日にゾルゲが送った報告ではドイツが 東部国境に80個師団を配備しているというドイツ軍人からの情報を伝え、ドイツ軍がハリコフモスクワレニングラードの線に沿って領土占領が可能だと記した。だが、この情報はソ連本国では疑問視された。5月に入るとゾルゲはドイツの大祖海戦の兆候があるという連絡を複数送り、さらに対陽国への赴任の途中東京に立ち寄った。 ショル中佐から6月15日にドイツが大祖回線すると伝えられ6月1日付で送信した。しかしこの通信に対してもソ連では疑わしい挑発のための電報のリストに入れるようという書き込みがなされ6月20日付で送った夫が大祖回線不可避と述べたという通信に対しても重要情報として扱われた形跡はない。 ソ連進攻作戦が開始されると、ソ連赤軍は、初戦で大敗した。他のスパイの情報やイギリスからの通報も、独ソ回線を補強していたにもかかわらず、スターリンはこれらを無視した。その理由については、情報機関の情報自体への不信、イギリスによる、独ソリ観策という疑念。 独路根結であるゾルゲに対する二重スパイ疑惑、赤軍への悪感情等が挙げられている。また、ソ連本国で、ゾルゲの通信の翻訳を担当したシロトキンには、日本のスパイという疑惑がかけられており、ゾルゲが所属した、老能赤軍参同本部第四局のコルガノフ、少将は、シロトキンとゾルゲはスパイとする報告書を、同年8月11日付で記していた。 独ソ回戦後、ソ連からゾルゲには、改めて、日本政府の対ソ政策やソ連国境への軍隊の移動について、情報を探る指示が出された。日本の対ソ回戦を恐れたためだった。外務大臣の松岡洋介が、密ソ中立条約を破棄しても対ソ回戦すべきと、主張したことはゾルゲにも伝わったが、ゾルゲは、日本の関心は南方だとして、これを疑問視した。 日本政府や軍部の多くはソ連への侵攻には消極的ではあったもののまだ流動的であった。諜報団は諜報活動以外の宣伝や暴略を禁じられていたが、ゾルゲはドイツ大使館で日本の大祖海戦は期待できないという意見を説いて回り、小崎は朝飯会でソ連は崩壊せず日本がソ連に改戦するのは無意味だと主張した。 もっともこれらの効果については両人とも限定的なものだったと後の尋問調書で述べている。7月2日の午前会議決定では、南進を主眼としつつ、独祖戦の形成が日本に有利になれば参戦できるよう準備をするという両構前の方針となる。ゾルゲは、夫と尾崎の両方から、この決定を入手する。尾崎は、 日本軍の矛先が南北いずれに向かうのかを政権中枢に近い筋から探った。ゾルゲは大祖戦準備を重視する夫の見解ではなく、南進が主眼だとする小崎の分析を採用して7月10日に本国に送った。さらに8月以降、日本の大祖海戦の可能性が低下したことが夫や小崎の情報によって確認され、 ゾルゲは9月14日に送った報告で、夫大使の意見によると、日本の対ソビエト攻撃は、今ではもはや問題外であり、日本が攻撃可能なのは、ソビエトが極東から軍隊を大規模に移動させた場合にだけだろうと記した。この、ゾルゲの情報に加え、内務人民委員部のセルゲートルストイラによる日本の外交暗号電報の防受解読情報、さらに、 日本政府内の協力者、エコノミストの情報によって、日本の対祖海戦が低いことを確認したソ連は、ソマン国境に配備された部隊の一部を抽出して、ヨーロッパ方面へ移動させ、モスクワ全面の攻防戦で、ドイツ軍を押し返すことに成功した。1941年10月4日付の最後の情報報告に対し、 ソ連本国からは、皆さんの実りある仕事に感謝する。あなたとあなたのグループの東京での協力は、円満に終わったものと考えるとの返信がなされた。特別高等警察は、アメリカ共産党員である宮城やその周辺に、内定をかけていた。宮城や、同じアメリカ共産党員で1939年に、帰国した、北林友などがその対象であった。 満州の憲兵隊からソ連が押収して、ロシア国内で保管されていた内務省警保局の特攻捜査員報奨上申書には、ゾルゲ事件の捜査開始は1940年6月27日であったと記されている。前出のマイジンガーは、密かに内定していた憲兵隊に信頼できる人物であると、 身分保障して、ゾルゲに対する備行を中止するように依頼している。マイジンガーから、ゾルゲの調査依頼を受けた、警視庁特攻部外事課も1941年夏に、ゾルゲを内定したが、怪しい点を見つけることはできなかった。これらに関わらず、特攻は、外国の新聞の特派員に対する通常の任務の一環として、その後もゾルゲに対する尾行や調査を続け、 これが、ゾルゲ事件の摘発につながることとなる。1941年9月27日の北林を皮切りに、事件関係者が順次拘束、逮捕された。北林の供述から10月10日に、宮城が、10月中旬に、尾崎が逮捕される。ゾルゲは、宮城や尾崎と連絡が取れなくなったことに不安を抱き、10月17日の夜、自宅に、 クラウゼンとブーケリッチが集まった際にもそれを口にした。ブーケリッチの尋問調書によるとこの夜、ゾルゲとクラウゼンはドイツに帰国する意思を示し、ゾルゲは本国にその可否を、本国の本部に尋ねる伝文の原稿も作成していた。だが、翌10月18日朝にゾルゲは、自宅で特攻外事課と検察によって逮捕された。 ブーケリッチとクラウゼンも同日逮捕されている。これに対し、ゾルゲをナチス党員の記者だと信じ込んでいた夫大使や、マイジンガーなどが外務省に対して正式に抗議を行ったほか、ナチス党東京支部在日ドイツ人特派員一同も、ゾルゲの逮捕容疑が不当なものであると抗議する声明文を出した。さらにマイジンガーは、ゾルゲの逮捕後に、 ベルリンの国家保安本部に対して、日本当局によるゾルゲに対する権威は、全く信用するに値しないと報告している。逮捕されたゾルゲは、当初特攻外事課の警部補だった、大橋秀夫によって、取り調べを受けた。ゾルゲは当初は容疑を否認し、ナチストイン大使館医食宅で、新聞記者であると主張して、検挙が、日独関係を害すると訴えた。 だが、大橋が逮捕後の家宅捜索で押収したソ連への離日申請原稿やクラウゼンの自供で発見された通信機の存在をゾルゲに告げると、ゾルゲは自らが単なる新聞記者ではないことを自供した。翌日、ゾルゲは大橋や検事の吉川光貞に対して自分がスパイであるとついに白状し、今までどこにも負けなかったけれど、 今度初めて日本の警察に負けたと付け加えた。夫大使の命を受けて外務省と接衝した大使館員のエイリヒコルトは、ゾルゲはソ連のスパイと知らされ、夫とコルトは菅野拘置所の所長室でゾルゲに面会する。その際ゾルゲは夫に、私はあなたに、さよならを言います。奥さんやお嬢さんによろしくとだけ述べ。 沈黙した夫を残してゾルゲは退出した。ゾルゲは警察や検察の取り調べに対して自らの所属を明確にせず、尋問調書にはモスコを中央部と記されている。これについて取り調べを担当した大橋秀夫は国際共産党のために働いたと言わせる目的でゾルゲと相談して作った架空の組織であると戦後に証言している。 日本側には治安維持法で検挙するという事情があった。ところがゾルゲは後半段階に入ると老農赤軍に所属していたことを認め、モスクを中央部としたのは自らの策略と述べ、その理由として憲兵への引き渡しの回避、ソ連における複雑な組織が理解されづらいと考えたことなどを挙げている。ゾルゲら20名は1942年に 国防保安法、治安維持法違反などにより起訴され、一審によって刑が確定し、ゾルゲの死刑判決が下された。同じく死刑が決まった尾崎と共に、菅コーチ署に拘留され、1944年11月7日の、ロシア革命記念日に、菅コーチ署で死刑が執行された。ゾルゲの死刑執行に立ち会った、市島聖一東京高知署署長は、ゾルゲは、 死刑執行の前に、世界の共産党万歳と一言、そう言って刑に服した。商用としておりましたと証言している。処刑後のゾルゲの遺体は、引き取り手がない無縁物として、菅野高知署に近い雑司ヶ谷霊園の共同墓地に埋葬された。戦後、ゾルゲの処刑と埋葬を知った、石井花子の奔走により、1949年11月16日に、 ゾルゲの遺体は発掘されて火葬され、約1年後の1950年11月8日に、石井の手により、東京都郊外の玉霊園に埋葬された。当初は、墓碑がなく、尾崎、ゾルゲ事件犠牲者救援会と、石井花子の手により墓碑が混流されたのは、1956年11月である。ゾルゲを検証した、ソ連の切手来日した、 ショイグ国防省とロシア連邦軍将官によるボサンゾルゲは日本の警察に対してソ連のスパイであることを自白してしまったものの当時日本との間で日ソ中立条約を結んでいたソ連政府は日本との関係の悪化を恐れたことゾルゲの上司だったヤンベール人が大粛清によって1938年に処刑されていたことドイツとの二重スパイを疑ったことからゾルゲが 自国のスパイであることを否定した。日本側からゾルゲと日本の召喚との交換釈放を持ちかけられた際にグルーのイリショフ大将が無視したという指摘がある。この時に陸軍次官であった富永が教授によれば日本側はゾルゲと日本人捕虜の交換を何度もソ連大使館に要求しているがソ連側はその都度リヒャルトゾルゲという人物は知らないと回答し ゾルゲを見捨てたとされる。富永は大使館付の武漢補佐官としてヨーロッパ方面にいる白系ロシア人支援のためフランスに派遣されたり、関東軍の参謀時代にも対ロシア長報や暴略に携わり、参謀本部の作戦部長の時には対ソ連攻撃計画関東軍特別演習にも深く関与するなど、 大ソビエト連邦への暴略の最前線にいることが多かったため戦後に満州で捕虜となると6年もの長きにわたって尋問を受けていたがモスクワ近郊のダーチャと呼ばれていた監獄で一緒に尋問を受けていたソ連のスパイ組織赤いオーケストラのレオポルド・トレッペルにゾルゲの話をしているトレッペルは富永の話を聞くと足でまといとなるゾルゲを助けるよりは そのまま処刑された方がいいという判断をソ連中央が下し、その判断は自分たち赤いオーケストラやヤンベル人と同じようにゾルゲが二重スパイだという権威をかけられていたからであったと推測している。このようにいわば見殺しにされる形で見捨てられ、戦後もソ連の長方史からゾルゲの存在は消し去られていた。1961年映画 スパイ・ゾルゲ、真珠湾前夜が日仏合作で作成され、スターリン批判を行った指導者のニキータ・フルシチョフの判断でモスクワで封切りされたのをきっかけに再評価される。フルシチョフは、ゾルゲの資料を収集する指示を出し、情報総局に設置された委員会によって文書やオーラルヒストリーの調査が行われた。1964年9月5日、 ソ連共産党機関紙プラウダに初めてゾルゲの記事が掲載される。同年11月5日に諜報任務に失敗した人物でありながら、ゾルゲにソ連邦英雄の称号が贈られた。ゾルゲの生まれたバクウの町にゾルゲの銅像が立つなど検証が進んだ。以後、ゾルゲは、 ソ連と日独の戦争を防ぐために尽くした英雄として尊敬され、ソ連の中日特命全権大使が日本へ赴任した際には、玉霊園にあるゾルゲの墓に参るのが観光となっていた。ソ連崩壊後もロシア中日大使がこれを踏襲している。また、ロシア連邦大統領であるウラジミール・プーチンは、フランスが制作したゾルゲの映画を少年時代に見て、 KGB のスパイを志したとされる。2020年、中日ロシア大使館が、ゾルゲの墓所の使用権を取得したと報じられた。東ドイツ陸軍の第一捜索大隊は、名誉称号として、リヒャルト・ゾルゲの名を冠していた。また同じく東ドイツの国家保安省は、厚労省として、リヒャルト・ゾルゲメダルを制定していた。ゾルゲの功績を称えて発行された。 東ドイツの切手。左下にはソ連邦英雄の称号が書かれている。玉霊園にあるゾルゲの墓。ソ連邦英雄とロシア語で刻まれている。生涯に二度結婚している。最初の妻であるクリスティアーネとはドイツ時代に結婚していた。二度目の妻であるエカテリーナとは1933年に結婚した。エカテリーナは工場労働者だったが、 ゾルゲラドイツ人にロシア語を教えていた。結婚から数ヶ月後にゾルゲは、情報活動のため極東に旅立ち、結婚生活は数ヶ月だった。ゾルゲは日本からエカテリーナに手紙を送り、そのうち12通が KGB に保管されていた。エカテリーナは、ゾルゲの子を宿すも、水銀中毒により流産する。さらに1942年9月には、 スパイ容疑で逮捕され、1943年3月に、クラスノヤルスクに流刑となり、同年7月同地で、脳内出血により死去した。この死去はゾルゲには知らされなかった。エカテリーナは取り調べに対して、ゾルゲとの手紙のやり取りは1938年までだったと述べており、KGB に残っていた1938年2月の、ゾルゲの手紙には、 必ず帰るという言葉が綴られていた。来日後に、東京、銀座のドイツ料理店、ラインゴールドでウェイトレスをしていた、石井花子と知り合い、1935年から、逮捕直前の1941年まで深い、関係を持った。石井とは正式な結婚はしなかった。しかし死後石井によって建てられ、現在石井とゾルゲが眠るの墓には、 つまいし花子と掘られている。ゾルゲは日本で雇っていた、家政婦には一度も結婚したことがないと話しており、石井もゾルゲは独身であると考えていた。石井の他にも複数の女性と関係があったとされ、その一人との間に娘がいたとの情報もあるが真偽は確認されていない。日本滞在中の1938年5月、 夜間のオートバイ運転中に交通事故を起こして、負傷、聖炉化病院で入院生活を送った。この負傷により多くの歯を失い、以降そう入れば状態となった。石井花子によると、ゾルゲは第一次世界大戦の従軍時に大腿骨を骨折し、その後遺症で左右で足の長さが違ったという。アバス通信社東京支局長で、 ブーケリッチの上司でもあったロベール・ギランは、英仏がドイツに戦線を布告した直後の1941年9月4日、ゾルゲと偶然遭遇した際に、ドイツが再び、フランスと戦争を始めた沸満をぶつけたところ、ゾルゲはギランを食事に誘い、その席で戦争を嫌いに組むこと、自らが平和主義者であることを苦悩した姿で述べた。ゾルゲを、 ナチス党員だと思っていたギランはそれを意外な思いで聞いたという。研究所についてはゾルゲ事件の項目を参照。ありがとうございます。